それでは野球ファンが気になる話題を笠原翔輝が答えていくコーナー第2弾イエーイ。今回はジャビットの裏話をしたいと思います。裏話って言っても一つしかないですよね。中身はどんな人なのか、夢を壊したくないっていう思いもありますけど、正直ミッキーマウスじゃないので笠原チャンネルはそんなのやってませんということで、どんな人が中入ってるのか、自分もベンチの裏だったり、それは誰が入ってるか知ってるのでちょっと簡単に説明したいと思います。よく走って猛ダッシュしてバク転するジャビットいますよね。あのジャビットの中身はすっごいハンサムなお兄さんが入ってるんです。かっこいいねみたいな、身体能力高そうみたいな。そうじゃないジャビット、例えば2軍の球場にいるジャビットとか、歩く専門のジャビットっていうのはハゲたおっさんが入ってます。まあ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 、僕が知ってる中でのねジャビットの中身なので、まああんまりはっきりは言えないですけど、だからね僕思うんですよ。2軍の時ジャビットいて、その おじさんが入ってて、女の子とかうわジャビットっつって抱きつくんですけど、俺はそれを見て中身を知らねえんだなとか、結構ね選手の間でもそういう話になってましたね。中身おじちゃんなのに女の子が抱きつきに行っとうって、いい仕事だなって、ある選手同士いつもね言ってましたけどね。やっぱねすごい群れるらしいっすよジャビットの中。夏場とか2軍の球場に来たジャビットとかもうびっしゃびしゃらしいっすよ。もうあのねハイタッチジャビットとしたら、ジャビットのぬいぐるみから汗が吹き出て濡れてる時がたまにあるんですよ。だから夏場のジャビット気をつけてください、やばいっすよ。まあこれを言ったからってね別にジャビットを否定してるわけではないっすけど、どんな人が中身なんだろうって考えたことある方多いんじゃないですか。でもねやっぱりそういうのを知っちゃってからあんまりキャラクターとハグとかできないですよね、怖くて。っていう話を今しててふと思い出したことが一つあるんですよ。当時付き合ってた方とディズニーシーに行ったんですよ。ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド並んだら撮れますよっていうところがあって、ミッキーマウスを撮ろうってなってて、で2人で並んだわけなんですよね。でいざ自分たちの出番来た時にミッキーがこうしたんですよ。えっ?と思って、まあその時現役バリバリだったんですけど、なんとこうした後にミッキーがこうやってやったんですよ。俺のこと気づいたんですよ。これ嘘じゃないです、本当の話で、あのディズニーランドにいるミッキーマウスが俺を見てこうしてこうやってやったんですよ。こうしてこうっすよ。もう 100% 驚きました。あ、野球選手の笠原だって言ってるようなもんなんですよ。俺それで感動しちゃって、これ本当なんですけど、証人はね元カノしかいないんですけど、ジャビットの話どっか行っちゃいましたねっていうことで、ミッキーマウスに気づかれたっていう話なんですけど、ジャビットのね中身はどんな人だったのかということを今日はお伝えしました。さあそして千葉ロッテマリーンズ元キャッチャー里崎さんがでですね、 YouTuber になられたという噂を聞き、そして動画を一番最初に上げた日を検索したところ、なんとな、なな、なんと自分と同じ日に、全く同じ日に動画を一発目上げてるんですよ。プロ野球でも億を稼いでいて、 YouTuber でも億を稼ぎたいと、そんな感じのね紹介の動画があったんですけど、まさかの本当に打ち合わせも何もなしで自分と同じ日に動画を上げたんですよね。 YouTuber デビュー同じ日みたいな。そして里崎さんはプロ野球でも億稼いでて YouTuber でも億稼ぐっておっしゃってますけど、言わせてください、笠原翔輝プロ野球では億稼げなかったけどYouTuber で億稼いじゃうぞ。里崎さんは多分僕のこと知らないと思うんですけど、僕はめちゃめちゃ自分勝手にライバルとして見ちゃうんで、里崎チャンネル結構見てるんですよね。野球では負けちゃったけど YouTuber ではね絶対勝つっていう気持ちで勝手にライバル視して、絶対里崎チャンネルには勝ちたいと思ってます。なのでみんな見てください。まあもし里崎さん見られてたらあまり意識しないでください。まあ絶対してないと思いますが、勝手にね僕がライバル視してるだけなので。ということで今段階見ると再生回数笠原勝ってるんですよ。ちょっと嬉しい、皆さんのおかげです。このままもっともっと高みを目指して頑張りたいと思ってますね。プロフィールの情報だけでどの選手か分かるっていう企画をやったりとか、俺絶対分かんないんで、そんなやっぱプロ野球解説者だからこそできることですよね。これはシールについて熱い思いを語るとかいろいろやってるんですけど、ちょっと僕とはジャンルが違うんですけど、めっちゃすごいキャッチャーでしたからね里崎さんって。
世界一経験してますから、 WBC 日本代表元プロ野球選手ということで、 YouTuber では絶対負けない気持ちと高い意識を持ってやっていきたいと思いますので、皆さんのご声援よろしくお願いいたします。今日の米返し、今回も笠原翔輝の米返しコーナーをやっていきたいと思いますので、 2,3 個ほど見て話したいと思います。まず1個目、 SNS じゃ暴言吐きまくっていたのに YouTube じゃいい人キャラで違和感ありますわら。 Twitter は非常に炎上してるので、それに対抗しないといけないと思ってですね、 SHOKI 下ハイフン5個 Twitter フォローよろしくお願いします。暴言吐くって言ってもなんて言うんだろう、別にガチでおいこらみたいな感じじゃないんで、基本こんな性格だし、知ってる人は知っている、俺マジで怒らない性格っすから、みんな俺の友達になってほしい、俺の友達は多分みんなわかります、あいつは怒らないって知ってるんですけど、世間一般のファンの皆さんには絶対わかんないと思う、まだ笠原翔輝やばいやつ怖いイメージが絶対あると思うんですけど、もう自分で言います、温厚です、みんなと友達になりたい。俺は笠原ストレートだけで生きてて結構好きだったな、もったいなかったね。おい、ストレートだけで生きてるってなんやねん、一応カーブもフォークもシュートもあったわ正解確かにストレートだけで生きてましたよ俺、結構なんか気持ちよく言われたね、言葉が本当に今出なかった次、これは読売がスポンサーにつくレベルの高さ、読売の方スポンサーお待ちしておりますよ。野球選手と球団チアガールは付き合ってはいけません、もちろん。でも私昔付き合ってました。野球しようよ。動画を最後まで見ていただきありがとうございます、この動画が、面白ければ、高評価ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、そちらの方も、フォローよかったらよろしくお願いいたします、次回もお楽しみに。